はい、どうも葵です。いつもご視聴いただきありがとうございます。今回はですね、ノースフェイスの公式オンラインにて2021年 SS のマウンテンライトジャケットのカラーが公開されましたので見ていきたいと思います。それではよろしくお願いします。1月の中旬ぐらいからノースフェイス取扱店で発売され始めた2021年 SS のマウンテンライトジャケットですが、公式のサイトでカラーが公開されたら動画を撮ろうと思っていて、レディースは早めに公開されていたのですが、メンズがなかなか公開されず、ようやく公式オンラインでカラーが公開されました。ちなみにですね、まあ撮影しているのは2月の6日の夜の9時ぐらいです。今はですね、一応全サイズ、全カラーがあります。この動画をご覧になった時には、すでにソールドアウトのカラーサイズがあるかもしれませんが、ご了承ください。今回はですね、こんなのが出るっていうのを一緒に見ていけたらと思います。よければ最後までお付き合いください。軽くですね、マウンテンライトジャケットの機能に触れたいのですが、マウンテンライトジャケットはノースフェイスで一番人気のマウンテンパーカーで、ゴアテックスを使用した春、秋、冬の3シーズンで着れる汎用性の高いジャケットです。詳しくはですね、別動画がありますので、よければそちらを見ていただけたらと思います。ということで、早速見ていきたいのですが、2021年 SS マウンテンライトジャケットのカラーラインナップが、メンズがですね、ブラック、抹茶グリーン、ミネラルグレー、ライトエグゼベランスオレンジ、メリディアンブルー、ニュートーク2の6色展開になっています。はい、ちなみにレディースが、ブラック、アガベグリーン、抹茶グリーン、ミネラルグレー、カフェクリームになります。あとちなみにですね、マウンテンライトデニムジャケットにも新色ができていて、昨年に引き続きナイロンインディゴデニムと、新しいカラーのナイロンブラックデニムというカラーが出ています。ここからは個人的な感想を話そうと思うので、もし気分を害される方がいたら申し訳ありません。個人的に気になるのが、こちらの抹茶グリーンとミネラルグレーとニュートープ2ですね。こちらのミネラルグレーとこの安定のブラックが一番人気が出そうですね。こちらのミネラルグレーは私が持っているツイルベージュと非常に似た色味で、実物をですね、運よく見ることができたのですが、個人的にはツイルベージュよりミネラルグレーの方がシックでかっこいいと思います。まあただですね、買い替えて欲しいとまではいきませんね。こちらの抹茶グリーンは緑と黄色が絶妙に混ざり合った色味で、まあ、奇抜なカラーですけど、濃紺のデニムとかと合わせるとかなりかっこいいと思います。ただですね、まあ、こちらの抹茶グリーンもそうですが、あとライトエグゼベランスオレンジと、こちらのメリディアンブルーはですね、結構派手なカラーですので、なかなか手が出しづらいっていうのもありますね。今回のですね、切り返しのない単色のニュートープ2ですが、2018年、2019年のニュートープと違い、やや薄い緑みたいなカラーです。まあ、黒の切り返しがあった方がマウンテンライトって感じがしますし、個人的には黒の切り返しがある方がかっこいいかなと思います。はい。ということで、今回は2021年 SS のマウンテンライトジャケットのカラーの紹介でした。2021年 SS のマウンテンライトジャケットは、2019年、2020年の人気に比べると比較的落ち着いてるなという印象を受けました。人気カラーになりやすいベージュ系はですね、毎年似たようなカラーラインナップですし、ツイルベージュとケルプタン、あとニュートープの3着を持っている私が言うのもなんですが、マウンテンライトは1着あればいいジャケットだと思いますので、マウンテンライトを欲しい人には昨年までで、まあ、行き渡ったんだと思いますね。まあ、2着目を買おうと思うと、カラーに対するハードルも上がりますので、2021年秋冬は今までと違うカラーラインナップのかっこいいカラーが出てほしいですよね。ワイマラナーブラウンやビーチグリーンのようなカラーが出たら、かなり人気が出ると思いますし、まあ、2着目を買おうと思う人も増えるんじゃないですかね。はい、以上になります。今回の動画を楽しんでいただけたなら、チャンネル登録と高評価よろしくお願いします。以上で今回の動画を終わらせていただきます。ご視聴ありがとうございました。